やれやれ、まさかこんな展開になるとは。ビッチちゃん、ごめんね。そう言ってくれて安心したよ。守るって言ったのにこのざまじゃね。さすがのこの僕も愛想つかされちゃうかななんてさ。そう、よかった。安心したよ。ま、僕のビッチちゃんならそう言うと思ったけどね。でも、僕も君も無傷でしょ。それは不幸中の幸いだったよ。本当に。人間であるビッチちゃんにはあんまりわからないのかな。正直、あんなのがあの人以外に存在するのかって驚いたくらいだったな。まあそういうわけだから、おとなしく捕まった方がいいと踏んだんだ。怪我なんかしちゃったら逃げ出すこともできないでしょ。君も守らなくちゃならないしね。ナイト様としてはさ。にしてもあの人たち僕らをこんなとこに連れてきて、おまけに狼数十匹に監視させて、一体どういうつもりなんだろうね。一つだけ、あの人の子供であるってこと、あるいは君の血かな。ファーストブラッドかも。僕もはっきりとはわからないけどね。ま、それは本人たちに聞いた方が早いか。いや、どうも。さすがに俺の気配は感じてたのか。説明してくれるんだよね。ここに僕らを閉じ込めている理由。さあ、それはわからないな。そういうのは兄さんに任せてるし。まあいいけど。っていうかさ、あんた意外に冷静なんだね。さっきも思ったけどさ。素直に捕まったこと？ちょっとは抵抗した方が良かったかな。仕方がないでしょ。力に差がありすぎる。僕が何をどうやっても怪我するか、下手すれば死んでたからね。何？事実でしょ？そうであっても、無様に捕まって恥ずかしいとか思わないわけ？僕はね、そういうので恥ずかしいとか思うたちじゃないんだよね。俺には理解できない。自分の弱さを認めるような真似、できないね。弱さ。ね。そうだろう。強い者に立ち向かわず尻尾巻いて背中を向けるのは弱さに他ならないさ。なんか君とは意見が合わないみたいだな。僕、それはこっちのセリフだって。二人ともそこまでだ。しん、遅い。ごめん、ついおしゃべりに夢中になっちゃったよ。リビングで待つ。さっさとしろ。そういうことだからさっさとしなよ。あんたらの知りたいこと兄さんが話してくれるってさ。